皆さん、こんにちは。今回は大谷翔平選手の元通訳水原一平容疑者が起こした詐欺事件と大谷選手の彼女に関する話題について詳しく解説していきたいと思います。2023年4月、アメリカの捜査当局は大谷翔平選手の元通訳であった水原一平容疑者が2021年11月以降、大谷選手の口座から本人に無断で1600万ドル以上を不正に送金したとして銀行詐欺の疑いで訴追しました。この事件は大谷選手のプライバシーを侵害し、信頼していた通訳に裏切られたという点で多くの人々に衝撃を与えました。水原容疑者は大谷選手になりすまして銀行の担当者とやり取りし、一旦は口座凍結されながらもそれを突破するなど巧妙な手口で不正送金を繰り返していたようです。彼は盗んだ金を違法ブックメーカーでギャンブルに使い、約217億円勝って約280億円負け、差し引き約62億円を溶かしたとされています。ギャンブルにのめり込んでいく水原容疑者のやり取りからは、まるで映画や小説のような恐ろしさすら感じられます。水原容疑者がこのような犯行に及んだ背景には、彼自身のギャンブル依存症という心の病があったのかもしれません。ギャンブル依存症はギャンブルに対する脅迫的な欲求を抑えられなくなる病気です。パチンコや競馬などの合法的なギャンブルから今回のような違法カジノに至るまで、様々な形態のギャンブルに依存してしまうのです。ギャンブル依存症に陥ると借金を重ねたり、家庭や仕事に支障をきたしたりするなど、本人だけでなく周囲の人々をも巻き込んで深刻な問題を引き起こすことになります。水原容疑者の場合、大谷選手への裏切り行為という形でその依存症の恐ろしさが表面化してしまったわけです。この事件はギャンブル依存症の怖さとその予防や治療の重要性を改めて認識させるものでもあります。もちろん水原容疑者の行為は決して許されるものではありません。しかし彼を一方的に糾弾するだけでなく、ギャンブル依存症という病に苦しむ人々への理解と支援も同時に求められているのではないでしょうか。では水原容疑者が使い込んだ金額を取り戻すことは可能なのでしょうか。担当記者によると不可能ではないようです。水原容疑者が本人確認を怠り続けたことについて銀行の責任を追及することで、同額どころかその2から3倍を取り戻すことも可能だといいます。ただし問題は大谷選手本人の意思でしょう。大谷選手は事件後捜査に感謝している、個人的には一区切りとし野球に集中したいと語っており、一刻も早くこの問題から距離を置きたいと考えているように見えます。したがって大谷選手が銀行を訴える可能性は極めて低そうです。大谷選手の野球以外に興味がないという性格が水原容疑者につけ込まれる原因となってしまったわけですが、皮肉なことにそれが銀行にとっては幸いだったのかもしれません。そんな事件の被害者である大谷選手は事件後も変わらず真摯に野球に取り組む姿勢を見せています。4月には自身初となる開幕投手を務め、7回を1失点に抑える好投を見せました。打者としても本塁打を放つなど二刀流の活躍を披露しています。大谷選手は自分の仕事に集中することでネガティブなことを忘れることができると語っています。プロ意識の高さと精神の強さを感じさせる言葉です。彼はこの困難な状況の中でも野球に全身全霊で打ち込むことで前を向いて歩み続けているのです。そんな大谷選手の姿は多くの人々に勇気と希望を与えてくれるものです。野球ファンはもちろん、ギャンブル依存症で苦しむ人々にとっても大谷選手は心の支えになっているかもしれません。今シーズンの大谷選手は二刀流としてさらなる進化を遂げようとしています。投手としては昨シーズンの9勝2敗防御率 3.18 という成績を上回り、より安定した活躍が期待されます。
打者としても本塁打王争いに加わるのではないかと予想する声もあります。大谷選手の目標はワールドシリーズ優勝。そのためにも自身の能力を最大限に発揮し、チームを牽引していくことが求められます。彼の活躍は日本野球界の未来を左右するとも言えるでしょう。大谷選手が世界で輝けば輝くほど、日本の若い選手たちが世界を目指すモチベーションも高まっていくはずです。彼は日本野球の希望の星なのです。話は変わりますが、大谷選手のプライベートについても触れておきましょう。大谷選手は元バレー選手の田中真美子さんとご結婚されて話題になりましたが、アメリカでは大谷選手の彼女の存在でも注目を集めています。2021年にはアメリカのメディアで大谷選手の彼女に関する実名報道がなされ、数人の女性の名前が挙げられました。その中にはフォックススポーツウエストに所属するアレックス・カリーさん、 MLB ネットワークレポーターのハイジ・ワトニーさん、アメリカソフトボール選手のカマラ・ニデュンさんなどがいます。しかしこれらの女性たちとの交際は全てガセネタであることが判明しています。アレックス・カリーさんは既婚者であり、ハイジ・ワトニーさんも大谷選手と写真を撮りたかっただけのようです。カマラ・ニデュンさん自身もツイッターで交際を否定しています。また大谷選手がロサンゼルス在住の日本人女性と買い物をしている姿をキャッチしたという報道もありましたが、彼女との関係は彼氏彼女のようなものではなく、ケーブルテレビのレポーターか、あるいは大谷選手の実子である可能性が指摘されています。大谷選手ほどの人気者なら、もし本当に交際相手がいればパパラッチの格好の餌食になってしまうでしょう。したがって大谷選手にアメリカ人の彼女はいないと考えられます。大谷選手はチームメートから彼女のことを聞かれると、いつも首を横に振るだけだそうです。これも彼のルーティンの一つなのかもしれません。大谷選手の理想の彼女像としては、同じアスリート系で身長が高く、顔は可愛い系、明るくてハキハキしている人だと語っています。その条件にぴったりだったのがまさに田中真美子さんだったのでしょうね。大谷選手は類まれなる野球の才能とその人柄で日米両国で絶大な人気を誇っています。しかしそのプライバシーに関しては非常に謎に包まれており、過去の彼女の存在を含めほとんど情報が出てきません。これは大谷選手本人の性格もさることながら、球団側がパパラッチからスターを守るべく情報流出を抑えているためでもあるようです。大谷選手の野球以外に興味がないという姿勢は時として悪用されてしまうこともありますが、同時に彼の真摯なプロ意識の表れでもあります。彼のプレーから目が離せないのはもちろんのこと、プライベートがどのように明かされていくのかにも注目が集まります。大谷選手の成功の背景には彼の類まれなる才能はもちろんのこと、野球に対する真摯な姿勢と強靭なメンタリティがあります。彼は常に自分の野球スキルを向上させることに貪欲で、オフシーズンも休むことなくトレーニングに励んでいます。また試合中は常に冷静沈着で、どんなプレッシャーがかかる場面でも動じることはありません。この精神力の強さは彼が二刀流という未知の領域に挑戦し続けられる源泉でもあるのです。大谷選手の影響力は野球界にとどまりません。彼は日本とアメリカの架け橋としての役割も果たしています。大谷選手の活躍は日本文化への関心を高め、日米の相互理解を深めることにも貢献しているのです。彼は日本が誇る世界的スーパースターであり、同時に日米友好の象徴的存在でもあるのです。また大谷選手の影響力はスポーツを超えて社会全体にも及んでいます。彼の真摯な姿勢と努力の積み重ねは多くの人々に感動を与え、夢を持つことの大切さを教えてくれます。子供たちにとって大谷選手は憧れの存在であり、
彼のようになりたいと願う少年少女は数多くいることでしょう。大谷選手はスポーツの力を通じて人々に夢と希望を与える存在なのです。今シーズンも大谷選手の活躍から目が離せません。彼がどのような記録を打ち立て、どのような伝説を作り上げるのか、そして彼の存在が日本とアメリカ、そして世界にどのような影響を与えるのか、彼の活躍を通じてスポーツの素晴らしさ、夢を持つことの大切さをもう一度感じてみたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。